10台、そしてエキスパートクラスが23台という全32台、今エンジンがかかる。5秒前、4、3、2、1、スタート。11時になりました。4時間待機です。今スタート。準備が綺麗にスタートしますでしょうか、どうでしょうか。今ちょっとブリッジからバックストレートに入っていく、ブリッジからバックストレートに入っていくところ、バックストレートのところではスピードを伸ばして今2番手にいます。マシンが前に上がってくるか。これは鉄拳ナンバー4だと思われますが、カートランドミカーカートップに浮上です。バックストレートエンドのところではサイドバイサイドのバトルになっていますが、トップ、あ、そしてまた入れ替わりました。鉄拳ナンバー2です。鉄拳ナンバー2をつけます。これは VGM ビールファイターズと思われますが、トップに立っているんですけれども、トップ3が今は1台となっています。フェアティングのところ、そして鉄拳ナンバー1、ソフィーレーシングビーム、この先頭に3-1を加わっていましたが、鉄拳ナンバー1、そしてもう1台ですけれども、トップ4が1段となっているような感じですね。4番手と5番手の間、少し間隔が空いているように見えるんですが、とは言いましても先頭集団、大きな集団にはまた膨らみまして戻ってきました。1周集団ですけれども、カメラシクロスのボードが早くも出されています。カメラシクロスのボードが早くも出されています。このストリートが長いというのもスピードパークの中の特徴の大きな一つです。このストレートでいかにスピードを伸ばしていかれるか、いかにスピードを伸ばしていけるかというのが大きいと思うんですが、トップ4が一段となり、やはり4番手と5番手の間、少し間隔が空いています。先頭は鉄拳ナンバー2だと思われますが、その後ろには鉄拳ナンバーが6位つけたスーパークロールが2番手、そして3番手に鉄拳ナンバーの B が戻れました。そして青、バックスレカウント2台止まっている、2台止まっている、2台手を見てみます。マシンが見えます。バックスレカウントです。バックストレートエンドのヘアピンのところなんですが、まあ、ここが一番スピンが多いだろうなと予想は打っていたんですけれども、早くも2台スピンがありました。そして実験ナンバーが14かな、14が発出しました。熱帯低温というハードスの中心で2周終了3周目、2周終了3周目です。これ後ろには途中練習を2周を途中ナンバー2、途中ナンバー1と同じような途中中のバトルをしています。先頭集団がもう間もなく最終セッションのトランク、ウムポコアとなっていました。このコーナーのところにやってきました。まあ、まだスタートしたばかりですので、ちょっと言わせてくるチームというのはありませんが、トップには10歳以上、ドライバー総体10歳以上、延べ11名以上に上昇していたら、それがルールになって、少し2、3番手に当たった。2、3番手少し当たりました、カートランド三河。コピーレンジもルート少し遅くなりましたが。さあ、こんなカートランド。そして3番と4番と、ここは走ってきました。そして4名の集団、少し本当に少し離れます。ここ1点ナンバー5をつけます。これも3ボンドのカラーリングなんですが、ウィングハート OK。 そしてここで変わったが振られていましたね。そしてクルーズ長がそこで振るわけですね。スタートね、ツアートが振られているところでは運転手ができないということだけ、きちんと守っていただきたいと思います。ちょっと2番手ですと、コースが狭いというのと、まあ、後ろの人数が少ないというのもあるんですけれども、後ろが落ちると、ああ、1台止まってます、ね、ウィンフィールド、これ、スリーロードのカラーリングのドライバーだと思いますが、1台止まっている車両がありまして、後ろがフィールドに向かっております。これはバックスレートエンドから、ギャータが、バックストレートから折り返してきて、ウィンフィールドの真ん中のところでは、ジャーターが捉えています。ここにも、ちょっと
ましたよね。見えましたね。一人、少しが増えてるかな。はい、そして、今、インフィールドのところのドライバーなんですが、救助されまして、実験なんか多分12番かなと思うんですが、12番ですね、日大工学部カートちゃん OG です。まあ、救助されまして、コースの発表中には、消防員を後ろから来ておりました、先頭集団から落下されてしまいましたが、先頭集団は今、ホームフィールドに戻ってきました。これで5周終了か ?5 周中6周目です。JSN カートファイターズ、で、僕、ウィングファイターズで今、5周終了6周目です。トップと2番手は少し間隔が空きましたが、2番手と得点ナンバーに続きレースの D が来ています。3番手、4番手、ここが詰まってきています。3番手から3番手に、4番手から2ハート1コース、それから5番手に追加するという中央段になりまして、10番のチーム武器が今6番手、7番手変わりまして、9ルートの、そして8番手には10点ナンバー25点、そして10番手にチームかぶっているガンバルートが10番手に補充しまして、これを変わってますね。11番手がショアカートクラブ、そして12番手には、チームヨルカクラといったオーダーになっています。7周終了8周目の入会です。先頭集団を今見ていただきます。3番手に別件ナンバー4のカートランド2階はいるんですが、その後ろがちょっと離れましたよね。別件ナンバー6のスーパーチロルが少し間隔空いていますところから、スーパーチロルが今5番手にいまして、あー、そして先頭集団、加わってきました。別件ナンバー4、加わってきました。これが全体のファステストラップです。そして3番手のカートランド2階のそれが続く形になっていたんですが、今ちょっと最終決勝から滑りましたね。今バックストレートではなくホームストレートに戻ってきました。そしてスルーです。さて1列になっていますコントロールラインの通過です。9周終了10周目です。さあ6番のスーパーチルドが4番手なんですけれども、ちょっと前とのギャップが開いてきましたね。前とのギャップが開いてきました。1両4列ずつ離れています。ドライブ2ハートを使用して1秒下に速度ギャップがあります。そしてそれカートランド豚の方が前に出ているかと思われますが、
ドキュンママ1、国際レーシングの銀が今この2、土台消防車のところで停止モードになってます。MG コーナー、今最終コーナーからの立ち上がりです。この2台です。ドッテンナンバー1、スタートランド2、時間はなんかちょっと直線のスピードが速く見えるんですけど、私だけでしょうかね。4号車伸びがいい、右進行伸びというコーナーです。結構ね、インフィールドとかでコーナーが詰まってきたところ、コーナーが、たくさんあるところでは、1号車が前に、カートランド向かいに詰まってきているのが、いいですね。じゃあ、こっちのコーナーで、どういう意味がありますか、こっちの争いです。ほとんど変わりませんね。ラストタイム変わりません。そして、3番手の日本プロチーム、カート県の A チームが浮上しています。さあ、トヨタが振られているこの E フィールドのヘアピンの以外ストップしていますね。2番手ごめんなさい、ちょっと独占バイドは確認できませんが、ここからは全くなくて、その特典番号が見えないんですけど、7番かな ?7 号車っていうのが、7号車と、これ、オルサクラか。そして、もう1台の30、アラウマスです。コンピューターは一体のモニターを見ていただくほかないんですけれども、それだけ皆さんのご理解、ご協力をお願いしたいと思います。電光掲示板がちょっと調子が悪いということで、今回使えません。そして今、メインコースのところで、体が振られているんですが、一向に一旦ストップしている車両があるんですね。こちらもちょっとですね、実験ナンバーが見えないんですが、赤っぽい、オレンジっぽいカラーリングが見えます。ちょっと物件なんか確認ができます。あ、それから2コーナーでも止まってる。2コーナーでも止まってます。2コーナーでも1台止まっています。これも赤いカラーリングですね。ウィンガーさん、グリコさん、止まってますね。あ、ちょっと V 字のところにも止まってる車両あります？ V 字でも黒いヘルメット見えません？止まってる車両ありますかね？ちょっとどうでしょう、近くの方確認を。もう一台止まってます。いや、3台止まってます。コース前半で、あの2人ちょっと大変ですね。あともう一台止まってるのも見えるんですけれども、草むらの火事みたいなところからちょっと黒いヘルメットなので、あれなんですが、2コーナーの今は止まっていました車両に関しまして、後ろが救助をしております。そしてもう1台止まっているかと思われます。もう間もなくスタートして30分が経過です。全部で4時間の耐久レースですから、8分の1が消化、8分の1消化という感じです。11時30分です。1台のこの車両なんですけれども、コースに走り出ました。コースに走り出しました。まあ、30分の間でも結構ね、どんなところが好きな、落ちましたけれども、なんとかここまでのところは、怪我人もなく来ています。
そのまま安全に運行できるようにご協力よろしくお願いします。台数が多いというのはね、ちょっと不安要素が一つあったんですけども、まあ、これだけの台数が走ってるから面白い、見てるのは面白いんですが、まあ、ということで、今 GT30 を周回りましたところで、現在の順位をお伝えしておきます。トップは別件ナンバー発表をつけます。100回高額の高得点 A チームです。25周を到達しています。それから2番手には別件ナンバー1個2チームです。3番手11番のフィールファイターズが3番手まで5秒遅くなった物件ナンバー2です。4番手には物件ナンバー4のカートラード三河、5番手ヒーハート1、6番手ポティレーシング C、 7番手にはポティレーシング A です。8番手小村レーシング、9番手吉岡カートクラブ、10番手丸友レーシングです。3秒4球に丸友レーシング10番手の、ドライバーです。3秒492という自己ベストを出しています。さて、今ですねスタートしまして30分以上経過をいたしましたので、現在の暫定のチームをお伝えいたしましたが、まあ、ドライバー紹介の開始のとかでですね、チームはどんどん変動していきます。現在のリアルタイムの情報につきましては、1階にあります、ボタンとは1階にありますモニターをご覧いただければと思います。さあ、そして1台スピンする車両があります。最終セクションのところです。今、発車しました。ドライバーたちもいましたけれども、ここで入ってきていただいて、だんだんですね、乗るの2回目、3回目とかなってきまして、ピットロードもかなり、ね、速度が速くなってきている可能性もありますので、このまま走り始めて、あと3時間30分ほどありますけれども、頑張っていただきたいと思います。ここまでのところ見ておりましても、まあ、まずですね、バックストレートエンドですよね、何においても。あそこのスピンがすごかった。それから、